日ハムの杉浦投手と元モームスで現テレ東のアナウンサーの今野さんは2017年元日に結婚を発表しました。今野さんは同年に子育てに集中したいとの理由でテレ東を退社しています。この2人の出会いも食事会とのことですが、芸能界とスポーツ界をつなぐ太いパイプを持った人物がいるんですかね。どんな食事会だよと動画を見ながら突っ込んでしまった人はぜひチャンネル登録をお願いします。一昔前は野球選手といえば女子アナというイメージが強かったですが、現在は元アイドルが増えていますね。